トスカ、トスカ、トスカは、ジャコモプッチーニのオペラである。その見せ場の多さから、オペラ史における重要な作品とみなされている。全三幕で、台本は、ルイージ・イッティカとジュゼッペ・ジャコーザの二人が書いた。初演は1900年1月14日、ローマのコスタンツ劇場で行われた。オペラ台本は、1889年パリで、 上演されていたビクトリアン・サルドの儀曲に基づく。プッチーニは同年ミラノでサラベルナール演ずる。この劇に接し、直ちに馴染みの編集者、リコルディにサルドから権利を買うよう依頼したが、1893年に作曲家アルベルト・フランケッティのものとなってしまう。イルディカが台本を書き、1894年10月、フランケッティ、リコルディとベルディはサルドに会い、台本を送った。 ベルディはこの悲劇作品に言いたく見せられていたが、この作品の結末を変更しない限り、作曲するつもりはなかった。数ヶ月経って、とうとう、フランケッティは、自分ではこの作品に作曲することは、不可能と認めたため、ジュリオリコルディはプッチーニに作曲を依頼した。彼は感情を害していたので、ベルディの仲介により、ようやくこれを受け入れさせることができた。プッチーニは、 ラボエームの作曲を終えた後の1896年から作曲に取り掛かった。リコルディは台本作成のためジュゼッペ・ジャコーザをルイージー・リカの共同執筆者に配した。しかしジャコーザはこの作品が気に入らなかったため彼の因文の実力を発揮することができずサルズと何度か論争を起こした。プッチーニの方でも二人の台本作家にリコルディまで巻き込んだ議論の末 彼らが第三幕に取り入れようとしたラテン聖果をわずか18小節の20章新しい希望に魂は勝ち誇って2まで短縮させたりした。3年にわたる困難な共同作業の末、1899年10月に作品が完成した。ローマ史を舞台にした作品だったので、初演はこの永遠の都のコスタンツ劇場で行われることに決まった。 準備は長期間で、トラブルもあり、多くの好奇心を引きつけた。出演は、ハリクレア・ダルクレー、ソプラノ・ガトスカを、エミリオ・デ・マルキ、テノール・ガ・カバラドッシュを、エウジェニオ・ジラルドーに、バリトン・ガ・スカルピアを歌った。また、レオポルド・ムニオーネが総監督を行った。マルゲリータ・オーヒット・ペロー首相に加え、ピエトル・マスカーニ、フランチェスコ・チレア、フランケッティ、ズガム・ムバーティなど、 多数の作曲家が、聴衆に加わった。トスカと、前作、ラ・ボエームの作品の趣きは驚くほど異なったにも、かかわらず、上演は、完璧な成功だった。批評家の評価は芳しくなかったが、聴衆は、熱狂的にこれを受け入れた。フルートさん、第2、第3奏者ピッコロ持ち替え、オーボエコーラングレ、クラリネットに、バスクラリネット、 ファゴットに、コントラファゴット、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、バストロンボーン、ティンパニ、小太鼓、トライアングル、シンバル、タムタム、大太鼓、クロッケンシュピール、チェレスタ、カネ、ハープ、言語部。舞台上で、フルート、ビオラ、ハープ、ホルン4、トロンボーン3、カネ、オルガン、小太鼓に、ライフル、大砲。1時間50分。 1> 第1幕45分、第2幕40分、第3幕25分。画家カバラド氏と、その恋人で有名歌手、トスカの物語である。画家は脱獄した、政治衆の逃亡を助けたために、死刑宣告される。トスカは、彼を救おうと、警視総監スカルピアを殺すが、スカルピアの計略でカバラド氏は処刑され、トスカも、彼の後を追って自殺する。 逃亡した政治犯アンジェロッティが隠れ家を求め、彼の一族が礼拝堂を持つ聖アンドレアデラバレ教会にやってくる。ここには妹のアッタバンティ公爵夫人がやってきて兄の解放を祈っていた。その際彼女は気づかなかったが、画家マリオカバラド氏が教会の注文で描いているマグダラのマリア像のモデルにしていた。一族の礼拝堂に隠れるとすぐに、 道森が、続いてカバラドッシが登場する。道森は、画家が絵筆を洗うのを手伝う。カバラドッシはちょっと仕事を休み、ポケットに持っていたメダルを見つめる。このメダルは、トスカの肖像が描いてあり、彼は描きつつある肖像の青い目に、金髪のモデルと、黒い目に、茶色の髪のトスカとを比較して歌う、妙なる調和。道森は、カバラドッシのアリアの間、 絵のモデルが礼拝に来る婦人であることに気づき呆れて、ふざけるなら、俗人にして、聖人は敬ってくれよと、愛の手で歌い、画家に促されて退場する。カバラドッシはカズトになるが、物音でアンジェロッティのいることに気づく。彼は、旧知の画家と知って、隠れ場所から出てきて、サンタンジェロ城、ローマ教皇領の牢獄から逃げ出してきたことを話す。そこへ、トスカが、外から、 マリオ。と呼ぶので、カバラドッシは彼に飲み物を与えて、隠れるように言い、アンジェロッティは再び礼拝堂に身を隠す。トスカはマリオとその夜遅く会う約束をするため来たのだが、ドアの外から話し声を聞き、カバラドッシの落ち着かない態度を見て、嫉妬心から彼が誰か他の女性との密会をしていたと、疑う。カバラドッシを別荘でのデートに誘う、緑の中の二人の家に行きましょう。 が、彼が描いた女性の顔を見てその疑いは、確信に変わる。しかし、マリオの説明を聞いてその場は納得し、肖像の目の色を黒にすることと、夜に会う約束をしてその場を去る。アンジェロッティが再び現れ、脱出計画を話し合う。カバラドッシは彼に、自分の別荘の鍵を渡し、アンジェロッティは、 妹が祭壇に隠していた女性の服を着て脱出するというものだった。その時サンタンジェロ城で法制が響き、アンジェロッティの逃亡が発覚したことを告げる。彼は急いで逃げ、画家も同行する。道森が大勢の少年合唱隊や町者共に戻ってくる。彼らはナポレオン軍がマレンゴの戦闘に敗れたという誤報を信じ、神に感謝して手でウムを歌う。 そこへ、警視総監スカルピアが、副官、スポレッタ及び逃亡した囚人を捜査する部下を何人か従えて登場する。聖堂の礼拝堂で、白爵夫人の扇と空になった籠を見つけ、疑いを抱く。彼は疑い深く道盛りを尋問すると、カバラド氏が礼拝堂の鍵を持っていないこと、彼は食事を食べないと言っていたことがわかる。 そこへ疑い深いトスカが戻ってくる。教会は人で溢れ、数奇教が手でウムの準備をする。スカルピアはトスカの様子を物陰から伺った後、彼女に扇喜を見せて嫉妬心を煽ると、彼女は立腹しその場を去る。スカルピアは部下に彼女の後をつけるように命じると、トスカに対する恋心を情熱的に歌う。教会では手、デウムが始まり、彼もその祈りにはしつつ、 目指す男とトスカを二人とも手に入れるのだと歌う。スカルピアが皇帝としているファルネーゼ宮殿。現在はフランス大使館として使用で夕食をとっている。外では戦勝祝賀会の歌声が聞こえる。彼は家来にトスカをリサイタル終了後に呼ぶように行かせる。彼は皮肉交じりにトスカを自らの権力で屈服させるのだと歌う。 スポレッタが交流したカバラドッシュと共に登場する。アンジェロッティは辛くも逃れたのだった。スカルピアは画家を尋問するが彼は白状しない。そこでカバラドッシュを別室で拷問にかける。そこに入れ替わりにトスカが登場し、スカルピアに恋人の苦痛の埋めきを聞かされると、ついにこらえきれずにアンジェロッティの隠れ場所を喋し,し,しまう。画家が部屋から引き戻され、 彼女が秘密を漏らしたことを激しくなじる。そこに伝令が登場し、ナポレオンがマレンゴでオーストリア軍を破っていたことを知らせる。動揺するスカルピアたちの面前でカバラド氏は勝ち誇って激しく勝利を歌い上げるので、牢屋に連行さる。後を追おうとするトスカをスカルピアが呼び止める。彼女は賄賂で除名を得ようとするがスカルピアは恋人を自由にする代償として、 彼女の体を求める。トスカは絶望し、なぜこのような過酷な運命を与えたのかと神に助けを求めて祈る。歌に行き、会いに行き。スポレッタが戻ってきたアンジェロッティが自殺したことを告げ、カバラドシシの処遇を尋ねる。トスカが観念したと見たスカルピアは、スポレッタに対しカバラドッシの見せかけの処刑を行う、よう命令する。 パルミエリ伯爵の時と同じだ、と説明するのを意味ありげに聞き、部下は退出する。トスカはイタリアを出国できるよう、スカルピアに通行証を求める。スカルピアが書類を書いている間、食卓のナイフに気づいたトスカはそれを隠し持つ。書き終えたスカルピアが、トスカ、とうとう我が物、と迫るところを、トスカはこれが、トスカのキッスよと言って、ナイフで胸を刺す。 生き耐えた彼の手から通行証を奪うと、トスカは、新人部各遺体の左右に食台を置き、十字を切ると、遠くの太鼓の音を聞きつつ去る。彼の前で、ローマ中が震え上がっていた。中、歌に行き、会いに行き、一般には、歌に行き、恋に行きで知られているが、トスカは、私は歌に行き、神へのアモーレに生きてきたのです。と歌うので、ここでのアモーレは、 愛と訳すのが妥当である。アモーレを恋と訳すと、神への恋に生きるになり、間違いである。サンタンジェロ城の屋上にある牢屋と処刑場。冒頭、ホルンヌ・ファンファーレに続いて、朝を告げる管理の音と羊飼いの牧歌が聞こえる。カバラドッシュは夜明けに行われる処刑を牢屋で待っている。彼は、司祭との面会を断り、監守に指輪を与えて、 トスカに伝言を渡すよう頼む。別れの手紙を書き始めるが、自らの死と恋人との別れを思うと絶望して、泣き崩れる、星はきらめき。トスカが現れ、驚くカバラドッシに通行証を見せ、これまでの戦いを語る。空砲で、見せかけの処刑が行われること、恋人の除名を引き換えに体を要求したスカルピアを、新人部く虫も殺せぬ彼女が差し殺したことを聞き、 カバラドッシは、彼女の手を取って、おお優しい言ってよ、とトスカの愛情と勇気を称える、優しく清らかな手。時間が迫ったことを告げる彼女にカバラドッシは、君ゆえに死にたくなかったと語り、トスカと互いの愛情を歌う、二重章新しい、希望に魂は勝ち誇って、監守がカバラドッシに時が来たことを告げる。トスカに見送られて形状に赴くカバラドッシに彼女は、 うまく倒れてねと言葉をかけ彼も劇場のトスカのようにと応じる余裕を見せる。並んだ兵士たちが一斉に発砲し、カバラドッシは倒れる。トスカは彼の演技が上手いと一人褒める。隊長が規則通り剣でとどめを刺すのをスポレッタが制し、一度を去る。兵士たちが去ったのを見てトスカはマリオに近づき、逃げようと声をかけるが彼は動かない。処刑は本物であった。 スカルピアは最初からカバラドシシの命を救うつもりなどなかったのだ。パルミエリ伯爵もそのようにして欺かれたのであろう。トスカは死んで横たわるカバラドシシの傍らでスカルピアの計略を悟り、マリオの名を呼んで泣き叫ぶ。そこにスカルピアが殺されていることを知ったスポレッタが兵士と共に駆け寄り、彼女を殺人罪で逮捕しようとするが、彼女は逃れ。 サンタンジェロ城の屋上から身を投げる。あらすじは、英語版、ザ・オペラ語は、エス・コンプリート・ガイド・バイ・レイをメリッツ、1921バージョンを、リコル・ギシャの台本と注釈により改定をもとに自由に、訳した。日本語訳の表記は、日本放送出版協会発行の NHK 編、オペラ大役選書14、トスカ、1973年を参考にした。 古今のオペラの代名詞的な存在であり、20世紀最大のオペラ歌手とされているマリア・カラスはトスカを何度も演じた。1958年のパリ・オペラ座でのトスカ大二幕、1964年のコベントガーデンでの同じくトスカ大二幕の映像が残されている。なお、マリア・カラスが残したオペラの映像はこの二つのトスカ大二幕だけであり、大変貴重なものと言える。 当時ウィーン宮廷歌劇場の監督の地位にあったグスタフ・マーラーのトスカ評。後期ロマン派を代表する公共曲作曲家として知られているマーラーではあるが、トスカに関しては否定的な批評をしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。